Oh my god! Oh no! ちなみにちょっと話変わるんだけど、うん、ホロライブのファーストインプレッションはどう？なんかさ、やっぱラップじゃん。でもホロライブって結構アイドルじゃん、うん、そうだね。なんかあの、うん、アイドルについてあんまり何も知らなかったんだけど、うんうんうん、あの VTuber が、はいはいはい、普通になんか興味あった。え、これ面白いと。あ、そうなんだ。そうだね。そしてなんかあのホロライブはね、あんまりなんか何も分からなかったんだけど、なんか、うんうん、あの祭り先輩とかコロネ先輩 の、 あの、うんうん、切り抜き、まっちゃんそのなんかバンデージの話。バンデージ、ジムの、え、なんて、バンデージ、日本語でなんて言う？バンデージ？バンデージ、バンデージ、え、あ、バンドエイド、あ、バンドエイド、そう、の話、切り抜き。バンドエイドの話って何？みんな、まつりちゃんの知ってるかな？絆創膏？そうだね、すごいなんか人気な、まずいって書いてある。まずい。No! Oh no! Oh god! あ、そうなんだ。じゃあ、シークレットバンドエイド。シークレットバンドエイドか。シークレット。絆創膏貼っとけ。あ、でもね。私、絆創膏貼ったことあるよ。そう。聞いて。あのね、冬だったからさ。そうそうそう。あのね、冬だったの。で、なんか、あの、まあ、冬だから、上結構着るし、いっかなと思って、学校行ってみた、それで。絆創膏で。そう、夏はさ、やっぱ薄着だからさ、透けちゃうかもと思ってさ、あれやん。冬はさ、目立たないからさ、いいかなー、みたいな。で、したらなんか、体育の授業でマラソンだったのね。で、まあ、ジャージ着てるからいいわと思っとったんだけど、先生がいきなり、はい、じゃあマラソンだから、ジャージ脱いでください。半袖でね、走っていきましょうって言い始めたの。ってなるやん。やばい！マジ今日絆創膏だ！やばい！で、まあ、男の先生だったの、しかも、体育の先生が男なの！と思って、先生に静かに近づいて、すいません先生、あの今日ブラジャーちょっとつけてきてなくて、先生ごめん、マジで今日ノーブラなんだよって言ったら、先生がえ、あ、そっか、じゃあちょっとそこに座って見学しとけみたいな。そう、その切り抜きのおかげでホロライブ知りました。シークレットバンドエイドでホロライブ知ったの。そうです。初めてなんかホロライブ。え、コロネよりシークレットバンドエイドだったの。コロネ先輩は後で見つけた。じゃあファーストはマツリーズシークレットバンドエイド。そうシークレットバンドエイド。そうです。それでよくホロライブ入ろうと思ったね。面白いと思ってた。